負けました。逆らいません。何かに対して期待している様ではあるのだがでも、何に？は、自分もわかっていない。自身の思想だ。それが何かと対立してる結果、奇妙な戦争状態にある、が。結果だけで言えば飯塚幸三氏の状況に変化はない。彼の過失は純粋に彼自身の過失でしかなく、誰かによる加害の結果ではない。自身の思想、何かの絶対が、自分の把握では、物理、それに対してぶつかり破綻。ただ、宇宙は誰かのホログラムの中だ、とか、学者が、言い出す現実もあり、そういう領域でつまり神へ、敵意を向けている、そういう事態がどこかにあるのか。私は神だ、あらゆる過失を回避しうる一手では、ある。それを要求した人々もいて、その先に理想を見た何かもあって。夢と現実の境目、それは、どこか。